外人シートって聞いたことあります？いえ、ありません。海外の方がちょっと電車に乗って座っていて、で横に誰も座らないみたいな現象を外人シートって言うんですけど、てかなんで日本人の方なんか隣に座らないと思います？あの海外の方の方が日本人よりもですね、体が大きいので、あの必然的にこう座ると圧迫感があるので、多分避けてるのかなと。どうだろう、僕は言うのもなんですけど、大きいからじゃないですか。あとまあどうだろう、僕が実際に経験した話でいくと、ちょっとこう香水の匂いとか強い人がいたりとか、足組む人とか多いからかもしれないですね。僕は別にあの隣外人座ってても別に関係なく座るんで、まあ、ただこれは外人とか日本人関係なく、清潔感なかったり隣に座りたくないなと思ったら座らない、ただそれだけです。